UEFA の公式 SNS が、元ブラジル代表 FW、アドリアーノのこと、元の突破を紹介した。今シーズンの欧州差、和田ゾーンで、いつでもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料、試し実施中、アドリアーノが大暴れしていた、は、インテルに所属していた2004年、チャンピオン、リーグのバレンシア戦での出来事だ。その去からは考えられないスピードで裏に抜けて、て。 パスを受けた皇帝は、一瞬の加速で GK か2さ、巣を置き去りに、DF ダビドナバーロがついて、ルート、ルーレットで股を抜いて、ゴールラインから、シュートを放った。このシュートはわず、2枠を外れてしまったが、このシーズンは、リアーノが、心身ともに充実していた時期。この間であれば、世界中の、 どんな FW も彼にはかなわかったのではないかと思わせるほどの爆発だった。その瞬間が長く続かなかったことは念だったが、最大瞬間風速は史上最強クラス。ドリアーノの爆発力は必見だ。次ページ、動画、ゾ突破。すべてを兼ね備えた怪物の前世紀の葉、力。